彼女の誕生日にプレゼント、本のプレゼントをあげようと思ったのに全然いいの見つからないな。時間もないし、この古本屋でいいか。おお、雰囲気あるな。あんまり乱暴にすると本が泣いちゃうよ。全部ライトノベルだ。手に取った本全部ライトノベルだったんだけど、この古本屋って もしかして全部ライトノベル？あ、すいません。はい。ここにある本って全部ライトノベルなんですか？ええー、そうですけど。じゃあこの茶色くなった古本も？日焼けしたライトノベルです。日焼けしたライトノベル？ええー。日焼けしたライトノベル？何かお探しで？ああ、うん。彼女にあの本をあげようかなと思って。ああ、彼女さん古本がお好きなんですね。ええー、まあ。ライトノベルか。アニメ調のイラスト挿絵のオンパレード、プレゼントをあげるだけでもハードルの上がるアンティーク好きの彼女にライトノベルの古本？ない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 なんて思ってたりします。やめてもらえますか？やめてもらえますかそれ。でも僕はライトノベル以外燃えておりますからね。本当ですか？おすすめ紹介しますよ。いいですか？これとかどうですか？これはミステリー小説。ミステリー小説、いいですね。俺の妹が腹違いで王族だったけん、はぁ、ラノベですよ。これラノベですよ。ミステリー小説。ミステリーじゃない、ラノベって言うんですよ。じゃあ SF 小説。 SF？ あ、探してました。いいですか？はい。通常攻撃が全体攻撃で2回攻撃のお母さんは好きですか？はぁ、ふざけてます、ふざけてますよ。 SF 小説。 SF じゃないですって、これラノベって言うんですか？ラノベですか？何言ってんすか？もう僕もう時間がないんですよ。え、彼女とこの後ディナーなんです。もういいですよ、他当たりますよ。お兄さん若いなぁ。は？人生うまくいかないことだらけなのにそんなんでイラついちゃってさ。何ですか？それじゃあまるで聖戦アバロニクスのガイタン騎士団長みたいだね。は？自分の計画性のなさを棚に開けて勝手に焦って、それじゃあまるでオタクに優しいけれど俺には厳しいのだが、まあそれもいいと感じられば変態なのだろうか。でお前と馴染みの小早川真宏ちゃんみたいだ。斜めで例えるのやめてもらいます。全然入ってこないんで。はい。どうせあんたの彼女も不老なんてわからないでしょ。これだから今の若いもんは。じゃあわかりました。ニジユ、これください。シックスストーンズ。合ってるわ。全然違うよ。騎士団長殺しね。村上春樹だ。あれさ。